はい、皆さんこんにちは。2015年母の日、神奈川限定商品の説明をこれからしようと思います。まずはですね、花材紹介からいきます。こちら赤いカーネーションが5本、それからピンクのポールのカーネーションが5本、ヒペリカムが3本、テマリソウが3本で、ミスカンサスが5本ですね。それからドラセナ、ここ1本ありますけど、これは適量ということで、それに今回はこのような先にねリボンをワントップ片側パイブループで作って、このような状態でリボンを作っておきます。この状態から、花束の作成をスタートします。はい、ではね、花束の製作に入っていきます。まず最初にこのドラセナをすべてこうパーツに分けて、この下の準備をしておきます。このように全部パーツに分けておきます。そしてこのドラセナ一枚一枚をとりあえずこうきれいに形を整えて、先っぽをこう丸めていくんですが、こうドラセナのステンドが短い場合はここまで。このステムまで巻いてしまうと花束の花瓶に水がつかなくなってしまうので、こういう短いドラセナの場合は刃先だけを丸めて、この状態でホチキスでこれ巻いてやってるから分かるとは思うんですが、ハの字に留めていきますね。ハの字、これを平行に留めると葉っぱが裂けてしまうので、ハの字にホチキスで留めていきます。この状態のパーツを、大体そうですね、普通にこうナチュラルなこういう形の葉っぱを 2,3 枚残して、全てこのようなパーツにしていきます。はい、では始めていきましょう。今ねこのドラセナのこういうパーツができたところから始めていきます。まず最初にこう赤いカーネーションかピンクのカーネーションどっちでもいいんですけど、こう1本持って製作をしていきます。今回は赤いカーネーションで製作をしていきましょう。でこう結構カーネーション最初から長いまんまずっと作ってるとここ邪魔になるので、ある程度下の邪魔な部分ぐらいはこう先に切ってステンの長さを短くしといた方がやりやすいと思います。ではまず最初にこの赤いカーネーションを持ったら、その周りにこうドラセナをこうしわせていきます。そしたらその周りに今度はこのピンクのカーネーションを入れていきます。このヒペリカムが3本ありますから、このヒペリカムもこう適度なところで間に入れ込んでいきます。でこの手まりそも同じく3本ありますから、これも間のちょっとバランスのいいところで組み込んでいきます。赤いカーネーションを入れていきます。でヒペリカムも入れていきましょう。結局ラウンドの花束なんで、これの連続ですね。この連続を続けていくような感じになるので、そんなに難しい花束ではありません。はい、このようなラウンドの花束が出来上がったら、最後にですねミスカンサスを間に入れていきます。これ途中で花束の鉄則としては、途中で入れ込むのは、鉄則なんですが、これ結構浮かしてこのミスカンサスを使っていくので、途中で入れ込むと必ず引きずり込まれちゃいますから、最後に入れるような感じでいいと思います。このように中にね少しこう刃先とか中間部分を入れ込んで、こう可愛く上で踊るような感じにしていきますね。でこれを5本入れていきます、そしたら先ほどこう丸めなかったトラスのですね、これを片側にこう少しこう流すような感じで入れていきましょう。このような状態になったら最後にこの手前にこの最初作ってあったリボンですね、これを入れ込みます。でこのリボンのこの結んだ部分ですね、これでも可愛くこの花束の間に入れ込んでいきましょう。こういった感じですね。はい、このようにリボンを持ったら、花束を結束します。はい、これで完成ですね。これからね、これ包装に入るんですが、その前にこの花束のサイズを皆さんにお伝えしておきます。これ高さが35センチで、この奥行きが、リボン入れないで20センチ、そしてこのワイドがですね30センチです、そのサイズを目安にして制作してください。